マルケリヌスは第29代ローマ教皇。リベリアンカタログによると296年6月30日にカイウスの後を受けて即位した。マーターロージアムハイラニミアナムやデポシチオ、イピスコポーラム、デポシチオマータースには言及が見られない。マルケリヌスはディオクレティアヌスがローマ皇帝であった頃に在位したが、この頃はまだキリスト教徒の迫害は始まっていなかった。 彼はキリスト教を比較的自由なものにし、教会に多くの信者をもたらした。後に皇帝となるガレリウスがキリスト教を異教とする運動を始めると、302年頃からディオクレティアヌスによるキリスト教徒の迫害が始まった。まず、キリスト教徒の兵士の武器が奪われ、後に教会の財産が没収されて聖書が焼かれた。ディオクレティアヌスの宮殿が二度にわたって、 火事を起こすと、彼は、さらに厳しく、キリスト教徒を取り締まるようになった。キリスト教徒は、信仰を捨てるか死罪になるかを選ばされた。ライバー・ポンティフィコリスによると、ディオクレティアヌスによる、迫害のもとで、マルケリヌスは、犠牲になることを求められ、キリスト教への信仰を告白した後何名かと、一緒に殉教したと伝えられている。 しかし別の資料では全く反対のことが書かれている。5世紀の初め、コンスタンティーヌの司教、ペティリアヌスは、マルセリウスらは、迫害にあって、聖書を捨てたと断言している。アウグスティヌスはこれを否定している。ライバー・ポンティフィコリスの記録では、マルケリヌスは304年の4月1日に死亡し、26日に、サラリア街道のプリシュラ墓地に埋葬されたとされているが、 リベリアンカタログでは10月25日となっている。また死亡の真相もはっきりとはわからない。数年の空白期間があった後、次の教皇はマルケルス一世となったが、この二人は名前が似ているためしばしば混同される。また彼の在位中、アルメニアが最初のキリスト教国家となった。ありがとうございます。